広告だけでなく選手もアジアへ。その一人、元日本代表の岩政大樹選手。前回のワールドカップで代表に選ばれた岩政選手は今年 J リーグの鹿島アントラーズからタイサッカーリーグの BEC テロサーサナに移籍しました。まもなくこちらのスタジアムで岩政選手を所属する BEC テロサーサナの試合が行われます。まあ、ホームグラウンドということもあって大変な盛り上がりなんですが、それにもましてこのタイでのサッカー熱というのをひしひしと感じています。夜になっても気温が下がらず、熱気に包まれるピッチに先発メンバーとして姿を見せた岩政選手。この日は相手チームでも元日本代表の鬼和輝幸選手が先発出場しました。現在タイでは一番上のリーグから下部のリーグまで合わせると実に67人もの日本人選手が活躍し、その数は世界のリーグでも最多となっています。慣れない異国でのプレーですが、チームメイトに英語で指示を出したり、自ら激しく相手と競り合い、体を張ってチームを鼓舞します。日本代表でも活躍した岩政選手がタイのリーグを選んだ理由を伺いました。まあ、現実的にサッカー選手として、まあ、J2 とか J3 とかでサッカーするよりも選手としてお金がもらえるということ、そういうリアルな話も含めて選手が増えているということ、今までと違う経験をするんであれば同じ日本でやるよりも外に出た方が全く違う経験ができるわけで、そうすると僕が得られるものも違うんじゃないかっていうのを、まあ、確かめに来たという感じですね。移籍しておよそ5ヶ月ですが、早くもサポーターから熱い人気を集めています。ก็เป็นผู้เล่นที่ดีดีเยี่ยมหนึ่งของเอเชียนะครับแล้วก็มีความสามารถตั้งแต่อิวามาสะมารู้สึกว่ากองหลังของเราเนี่ยเหนียวแน่นขึ้นครับมีความเป็นผู้นำสูงมากครับคือชอบมากอยากให้กลับไปติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่ง日本代表のユニフォームを着たこちらの記者も太鼓判です。นักกีฬาของญี่ปุ่นเข้ามาเปลี่ยนแปลงได้เยอะครับเพราะว่านักกีฬาญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่มีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่แบบเป็นนักกีฬาที่เรียกว่ามีระเบียบวินัยสูงแต่ตรงนี้จะเข้ามาช่วยคนไทยได้เยอะเพราะคนไทยมันไม่มีระเบียบวินัยเท่าไหร่とはいえ苦労も少なくはないようで毎日スパイクを自分で持ってこないといけないそうですね、いろんなところで関わってきたみんなタイ人だから日本人だったら例えばいろんなことを頼んだら全部ちゃんとやってくれるじゃないですか。でもその辺もいい加減ってわけじゃないんだけど日本人ほどきっちりはしてないからそういう面でやっぱりこう不満じゃないけど感じてたらもうキリがないですね。